はい、どうも、ガイチです、今日は明日のトレーニングに向けて持っていくプロテインを作るところを撮りたいと思います。今日は足、メインちょっと裏やって、まあまあやってきました。なかなかつきませんね、筋肉は。あ、すいません、ヒゲも剃ってないような状態なんで、あんまり汚れの顔映してもらえたから、早速いきますか。あ、これか。ビヨヨヨヨンと、これで見えるかな。ドン、ね、さあ、そろそろ乾いたかな、このずっと使ってるサーモスのね、これ映った、これ何リッターだっけ、2リッターのやつかね、見えねえ。ちゃんとテーブルの上には眼鏡も、眼鏡があっても見えねえな。わかんない、2リッターですな。 1.8? へえ、まあいいや。これにプロテインを入れていくね。もう1個しかないから、今日さっき洗ってそろそろ乾いたんで、このパッキンをつけてね、ここにね、ピッとね、キュッキュッキュッ、ね、でね、これここ重要なのよね。ここ映る。ここが甘いとね、前冷蔵庫に入れたら冷蔵庫の中真っ赤になっちゃってね、その時は赤いやつ入れたんだね。これ OK だな。さあ、これにまずは水少量入れていきましょう。水入れとこ映んなかったら、まあしょうがね、あんまり部屋の中映してもねあれだからね。はい、まずは水少量入れました、ね、でこれに一番最初、これクエン酸、これ入れてね、キュッとやる気を出すと。クエン酸、そうだな、いっぱい、山盛りいっぱいだね。こんな感じだね。クエン酸入れた。で次は、これ湿気ちゃうからね、ちゃんとやって。次、そう、このどこだっけこれ。あ、そうだよね、あれ、何なの、書いてないのこれ。あ、バルクスポーツだ、ごめんなさい。バルクスポーツさんのいつもお世話になってますって、俺が買ってんだけどね、 BCA、 ね、これちょっとね、味が俺にはいまいちだから、まあ最後にね、あのエクステンドを入れるから、これちょっとね早く使っちゃいたいからね、大盛り2杯、こぼさない。あ、そうか、なんか忘れてようと思った。そう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 、キッチンペーパーを下に敷いておくとね、粉がね落っこった時に後でまたねできるでしょ、ピッと。ほら、こんな感じ。これ大盛り2杯いくね。うわ、危ねえ。いっぱい、うわ、これね、バサッとなっ湿気バサッとなった時に後で掃除しやすいと。まず1個目の BCAA ね、バルクスポーツさんの BCAA。 次、バルクスポーツさんの EAA、 エッセンシャルアミノエイシッドね。あ、ちなみにこれはブランチドチェインドアミノエイシッドね。そう、 EAA 今ね結構トレンディーだから。これはすり切り2杯だね、いっぱい2杯。これは美味しいんだよな。さっきのこの BCAA がこれグレープ味でね、なんかね俺はいまいちかな、なんか味がねない。やっぱり甘々がいいからね。でこれはこの EAA はでもレモン味だね。まあいいんじゃない、 EAA 入れた。あ、もったいね、うん、うまいね。で次、そうそう、これこれ、よっと、今ね次の入れる都合で CCD は入れないから、これね、あれや、これ重要よ。ゴールドジムの高いんだね、ホイペプチドアミノコンプレックス、コンプレックス、これをすり切り2杯だな。あ、もうそろそろねえじゃん、買わねえと。ね、あ、すり切りか、あれもうないな、ほんと。あ、そうか、これになるともうこぼれるから、これね、ジョーロを使いましょう。ジョーロだっけ、トーロ、ロート、トーロ。はい、いっぱい。
今はちょっと少なかったから次は山盛り2杯とね、2杯入れて、あもう一袋だったかな、ね、お湿気ないようにね、これやって CCD は太っちゃうから今はいいと。次で、そしたらこれをやった。次これクレアチンも単体で取ってたんだけど、これに全部入ってるっていうから買いましたね。ミスター山岸も推しだよこれ。サイズオン、ね、ギャスパリンニュートリゼーション、リッチギャスパリがね、自分自ら飲んでうんグッととか言ってたけどねまずはちょっとオレンジ味をね使っちゃおうかなと。なぜかというと次のエクステンドもねブラッドオレンジだからね、これはこれにすり切り一杯だね。これうまいよ、やばい、おいしすぎ。あ、もったいない粉が、おいしすぎだよね。はい、山盛り一杯ね、シュッタッタッタンデン、はいね、これ山岸さんとから買ったの。そして最後でいいんだよな、最後におなじみエクステンド BCAA ね。そうそうそう、これどこの なんだっけ、エクステンドはどこだっけ、へえ、エクステンドはエクステンドなんだよね。まあ BCAA ですな。カロリーゼロで甘々。今これは出た、うん、イタリアンなの、イタリアンブラッドオレンジ、おいしい。これは、うん、前ね6杯ぐらい飲んでたんだけど、さっきのねこのサイズオンが来たから、でこの BCAA も入れたから山盛り2杯だね、うん、これも高いね、はい、山盛りこれね、これ2杯やったら3杯だろって言われるんだけど、いいの、山盛り2杯 OK、 これで全部だな。そうしたらこれをもったいないからと入れて、これね水7分目ぐらいまで入れて冷蔵庫に入れとく。で明日行くときに氷を入れて向こう持っていくとこの時期ちょうどいいとね。あそう、最初にこれ最初にここで振っとかないと上から給水器で水入れるんだけど、全部煙で上がってきちゃってさ、なんか外にねえ漏れてもったいないじゃん。なかなかうわすっげえこんなの飲むんかって言いながら7分目まで水を入れよう。これだけとあ見えねえ、暗くて、これだけとっても面白くねえか。まあね、いやね、やっぱりねおじさんはね、もうおじさんって自覚しちゃいねえんだけど、何事も全部自分でねこう受け止めようというね今考えある。うん、よく振ってね、オッケー。これはなんかジャムが送ってきたから貼ってみた、別にね好き嫌いはない、いろいろね助けてはもらってけど会費払ってるからね。でこれを入れてこんな感じでジムに行ったらこうね、1セット終わったらこうガッと飲むと、1セット終わったらガッと飲むと。でこれジム行く時まではこのまま冷蔵庫に入れて冷たくしときましょうってな感じでね、短いね、終わった。いや何をさっき言おうとしたかというと、あ手がベトベト、ええよ、みゆここで明るいってな感じでね、そうそう、うん、いやジム行くとね当然俺なんかよりもみんなでかいわけよ、それはいいいいんだけど、それを見た時にでけえな、すげえな、よし頑張ろうっていうのはなかなかならない、うん、なんだな、えってか卑屈になっちゃうのね俺ね。その卑屈になっちゃうのが嫌だったら卑屈になんなきゃいいんだけど、あと人のことなんかさ全然気にしないで自分に集中してりゃいいんだけど、それは持った時は集中するよ、ずっと他の人ね見に行ってるわけじゃないから。だけどそれまでの間母が言ってる間見てダメだな俺とか思ってる自分がやっぱ自分を受け入れなきゃならないんだなと常日頃思うわけよ。
同年代の人たちね、どんな感じで、まあ別にジム行ってるとは限らないけど、いろんなところでさ、そういうシチュエーションになった時に卑屈になるってのはおかしいけど、卑屈って言い方がおかしいのかな、でもなんか卑屈になることで逃げるとかさ、逃げるってのはおかしいかな、あと関係ねえんだよと、毎日何時間もやってる人とは違うんだよって、それも違うよね。だからそういうのも含めて、そういうふうに思ってる自分も含めて、人のことばっかり気にしちゃう自分も含めて自分だなっていうのを持っていこうと今日はやりながら思いました。まあ、大した重量やってないけど、今日はね、足ね、ちょっと今ね、この首のここから肩のここにかけてちょっと鈍痛が、なんこっちが凝ってんのかな、全部体つながってるみたいだからね、なかなか筋肉つかないっすよ。でも頑張ります。明日は三頭、上腕三頭筋、これね、腸と胆、腸と胆と側頭か、これね、ここをメインにやって、その後ないこの肩だね、肩映ってる、肩もね、でかくしたいね、頑張ろう。明日はそうやって頑張ります。ではガイチでした。サブスクライブプリーズ、よろしくお願いしますね。英語でって言われるんだけど、なかなかね、今このベラベラ喋ってるのを英語にトランスレイトしてライティングして書く合ってんのか難しいんでね、ちょっとまあ考えますよ。てな感じで、サムズアップもよろしくお願いします。しないと何かしちゃうぞみたいなことは言いませんが、感じでコメントね、いろいろ教えてね、ください。もうとにかく今日疲れて帰ってきてちょっと寝ちゃったからね、寝ぼけまなこですいません。ではガイチでした。チャオ、あ、チャオじゃないな。さあ明日も頑張ろう。